こんにちは、こんばんは。これから初めてのスクラム開発というタイトルでセッションを始めさせていただきます。お話しさせていただくのは CX 事業本部の押し海と申します。普段はプロダクトマネージャーとしてプロジェクトのマネジメント業務を中心に活動しています。それではどうぞよろしくお願いいたします。今日はこんな方を想定してお話しさせていただきます。主にエンジニアやプロジェクトマネージャーの方で、スクラム開発のことをよく知らなかったり、これからスクラム開発をやってみようと考えている、そんな方を対象に、分かりやすい言葉でスクラムについてお話をしていこうと思います。逆にスクラムの各用語についての詳しい説明や、詳細な方法論については今日は触れません。なので、すでにバリバリスクラムやっているという方にはちょっと物足りない内容になっているかと思いますが、ご了承ください。今日のアジェンダはこちらになります。まずスクラム開発について概要と進め方を簡単に説明します。次にスクラム開発のメリットとスクラムを採用する上で検討したいポイントについてお話しさせていただきます。まずスクラム開発とは何ぞやというところですが、スクラム開発とはアジャイルなソフトウェア開発を実践するための枠組みの一つで、アジャイル開発で採用されることの多い開発手法です。ではアジャイルなソフトウェア開発とはどういうものなんでしょうか。アジャイルというのは英語の形容詞で、直訳すると素早い、機敏なといった意味を持つ言葉です。そしてアジャイル開発というと、ビジネスサイドと開発サイドが二人三脚となり、要求や仕様の変更に柔軟に対応できるよう、小さなサイクルで設計、実装、テスト、リリースを繰り返していく進め方です。ソフトウェア開発という文脈でのアジャイルという言葉は、概念的なものとして使われることが多いですが、開発手法群の総称であると考えていいと思います。アジャイル開発の概念を語る上で欠かせないのが、アジャイルソフトウェア宣言というものです。これは2001年にアメリカで17名の技術者たちによってまとめられたもので、ソフトウェア開発をする上で重視するマインドセットを表明したものです。これとセットでアジャイル宣言の背後にある原則というものがあって、ここにはアジャイルソフトウェア開発宣言で表明されているマインドセットを実現するための12の原則が書かれています。さて、話をスクラム開発に戻します。スクラム開発では開発の工程をスプリントという単位で区切り、そのスプリント単位で計画、設計、実装、テストを行い、実際に動くソフトウェアを中間成果物としてリリースしていきます。これを繰り返していき、ソフトウェアを完成させます。この図のように中間成果物がスプリント単位でインクリメントされていき、最終成果物となるイメージです。先ほどアジャイル開発ではビジネスサイドと開発サイドのメンバーが二人三脚でプロジェクトを進めていくとお伝えしました。ではスクラム開発ではどんな役割を持った人たちが登場するのでしょうか。まずプロダクトの責任者として、プロダクトに関する重要な意思決定を行うのがプロダクトオーナーです。プロダクトオーナーはプロダクトの価値を最大化する責任を持ちます。後で説明するプロダクトバックログという機能のリストを作ったり、優先順位付けを行います。実際の案件で誰がプロダクトオーナーの役割を担うかというと、主に事業担当者や企画担当者などビジネスのドメイン知識を持った人となります。また受託開発の場合は発注元、つまり開発チームから見た場合の顧客となりますが、顧客サイトの担当者がプロダクトオーナーを務めることも多いと思います。次に登場するのがスクラムマスターです。スクラムマスターはスクラムチームが最大のスピードを出せるようにするのがミッションです。チームがうまく機能する上で何か障害があったりしたら、スクラムの様々なプラクティスを使ってチームで解決できるように促したり、チームの力が最大化するよう支援します。スクラムマスターを誰がやるかというと、認定スクラムマスターの資格を持った人がいればその人であったり、外部から有資格者を呼ぶ場合もあります。スクラムマスターとプロジェクトマネージャーはその役割が正確には異なりますが、いろいろな手段を使ってチームの力を最大化させるのがミッションであるという点では同じです。
なので専任でスクラムマスターを置くのが難しい場合はマネージャーが兼務することも多かったりするかもしれません。そして開発チームです。開発チームはスプリントごとのリリースに責任を持ち、開発における専門分野での意思決定を行います。スクラム開発ではチームが一丸となってプロダクトを作り上げていきます。そのためプロダクトが提供する価値をベースに考えられるような自己組織化した開発チームであること、あるいはそのように成長していくことが求められます。最後に登場するのがステークホルダーです。ステークホルダーとはそのプロジェクトに影響を受けるか、または影響を及ぼす個人やグループのことです。プロジェクトにはたくさんのステークホルダーがいます。例えばエンドユーザーやスポンサー、部長や他部門など、それぞれの興味関心やプロジェクトに対する影響も様々です。スクラムにおいては機能や優先順位の決定権はプロダクトオーナーにあり、ステークホルダーが直接開発チームに指示したりすることはできません。でもスクラム開発を円滑に進めていくには、ステークホルダーの理解と協力を得ながら進めていくことがとても重要になります。ではスクラム開発の基本的な進め方を見ていきましょう。ここではスクラムの基本的な用語を使って説明します。まずプロダクトが提供する機能をリストにして、優先順位をつけたものをプロダクトバックログと言います。プロダクトバックログの各要素は Who、What、Why が明確になるようなストーリー形式で表現します。プロダクトバックログはプロダクトが提供する価値そのものです。そのためプロダクトオーナーが責任を持って管理し、開発チームやステークホルダーが常に把握できる状態にしておきます。そしてプロダクトバックログは一度作ったら終わりというものではありません。外部環境や制約条件が変わって優先順位を入れ替える必要が出てきたり、プロダクトが新しく備えるべき価値はないか、また逆にいらなくなったものはないかなど、常にメンテナンスする必要があります。開発はスプリントという、通常1週間から4週間ぐらいのタイムボックスで全体を区切ります。そしてそのスプリント単位で計画、設計、実装、テスト、リリースを繰り返していきます。まずスプリント開始前の計画で、そのスプリントで作る機能や作業を決めて、プロダクトバックログの上から順に要素を取っていきます。取ってきた要素の集まりをスプリントバックログと言い、それがチームのタスクリストとなります。開発チームはスプリントバックログを完成させることに責任を持って、一丸となってスプリントを進めていきます。そのために開発チームはデイリースクラムという短時間のミーティングを毎日実施して、進捗を共有し合い、困っていることがないかなどを確認し合います。何か障害になっていることが分かれば、別途ミーティングやペオプロを組んだりして、チーム全体で課題を解決していきます。さあスプリント期間が終わりました、お疲れ様でしたとはなりません。スプリントの終わりにはとっても大事なイベントが待っています。それがスクラムイベントです。スクラムイベントではそのスプリントで作った成果物のレビューを実施します。レビューでは開発チームがデモを行い、プロダクトオーナーが完了とリリースの可否を判断します。さてレビューが終わったら、チーム全体でスプリント期間を振り返り、改善ポイントなどを話し合って、次のスプリントでよりパフォーマンスを出すために実際に実行できるアイデアを考えます。この振り返りはスプリントレトロスペクティブと呼ばれていて、有名な振り返り手法だと KPT やファンダンラーンなどがあります。いろいろなプラクティスがあるので、興味のある方はぜひ調べてみてください。そして一つのスプリントが無事に終わったら、また次のスプリントが始まります。これまでのスプリントで開発チームがこなしてきた作業の量を計測し、次のスプリントの指標とします。スクラムイベントの最後に次のスプリントの計画を立て、実行し、リリースする、これを繰り返していくのがスクラム開発です。ここまででスクラム開発の基本的な説明をしてきました。スクラム開発とよく比較されるのが、従来からおなじみのウォーターフォールモデルの開発です。ウォーターフォールモデルの開発では、プロジェクトの全期間を設計、ドキュメント作成、実装、テストというようにフェーズで区切って、プロジェクト開始時に立てた全体計画に沿って進めていくやり方です。
最近はソフトウェア開発以外の分野でもアジャイルという言葉が浸透してきました。人事や総務といった分野でもアジャイルな仕事のやり方を取り入れて業務を改善しましたといったケースを目にしたことがある人も多いんじゃないでしょうか。でも計画を重視するウォーターフォールモデルよりも小さく高速にサイクルを回していくアジャイルが絶対に優れているんでしょうか。アジャイルな進め方に変えたら万事 OK になるんでしょうか。この点に関しては様々な意見があると思いますが、結論から言うと今のソフトウェア開発でメリットが大きいのはスクラム開発だというのが私の意見です。ですがもちろんそれぞれにメリットやデメリットがあるので、プロジェクトやチームのタイプに適した開発手法を採用するようにしましょう。ではこれからスクラム開発の特徴をウォーターフォールモデルとの比較を交えながら見ていくことにします。今日は私が実際にスクラム開発を経験して実感したポイントを中心にお伝えしていこうと思います。さてスクラムのメリットですが、まず作っては見たものの、それが本当に望むもの、あるいは望まれるものではなかったという悲劇を避けられることです。スクラムではスプリント単位で計画からリリースを繰り返していくので、ユーザーからのフィードバックやマーケットなどの外部環境の変化に応じて柔軟にプロダクトを成長させていくことができます。イラストのように最終のゴールに向かって直線ではなくカーブを描いて進んでいくイメージですね。これが一般的なウォーターフォールモデルだとどうでしょうか。実際にサービスがユーザーの手に渡るのはプロダクトが完成してからになります。完成に向けて一直線に進んできたものの、ユーザーに見向きもされず、これじゃないんだよなとなってしまったら、それまでにかけたコストもエネルギーも全て水の泡になってしまいますよね。またスクラムではスプリント単位でリリース可能な成果物を作っていくので、マーケットの状況に合わせてサービスをリリースしやすくなります。特に新規サービスだったりすると、全部作ってからリリースする頃にはマーケットの需要がなくなっているかもしれませんよね。そんなケースでは特定の機能に絞ってタイミングを見極めて早期にリリースしていくこともできます。ウォーターフォールモデルだと順に工程を踏んで進めていくので、スクラムのように小さくリリースしていくことは難しいです。もちろんレガシーなシステムのリプレイスであったり、案件のタイプによっては特に小さくリリースしていく必要のない場合もあります。ですがスクラムのようにプロジェクトの初期段階から実際に動くシステムを見ることができるというのは、リリースをするかどうかに関わらず大きなメリットだと言えるでしょう。そしてチームや個人の観点で見た場合ですが、スクラムはチーム一丸となって進めていくので、開発サイドのメンバーもビジネスサイドはユーザーの目線でシステムを考えることが求められます。特にプロジェクトが始まったばかりの頃はドメイン知識がなかったりするので、これがなかなか大変だったりします。ですがプロダクトオーナーをはじめとするビジネスサイドのメンバーと膝を突き合わせて進めていく中で、チーム全体でプロダクトの価値について考えられるようになり、結果的にユーザーにとって納得できるソフトウェアを作ることができます。と同時にチームとして成長し、また個人としても技術力を高めたり業務知識を深めて成長することができます。ウォーターフォールモデルの開発の場合はそのような仕組みが用意されているわけではありません。なのでメンバーそれぞれのモチベーションやマネージャーの力量に左右されることが多くなってしまいます。次にスクラム開発を採用するときに気をつけたいポイントをご紹介します。まずプロダクトオーナーがプロダクトのことを真剣に考え、かつプロジェクトに相当の時間をかけられるか、これがプロジェクトが成功するかどうかに直結します。プロダクトオーナーはプロダクトが提供する価値について常に考え、必要に応じてプロダクトバックログをメンテナンスする責任があります。また開発チームと膝を突き合わせて対話し、スプリントの終わりではリリースの可否を判断します。このようにやることも盛りだくさんですし、責任も重大です。なのでプロダクトオーナーが意欲的でなかったり、忙しくて時間が取れないような案件の場合、スクラムで進めるのは非常に難しいと思います。例えば受託案件でそのような場合だと、開発会社側で代理のプロダクトオーナーを立てるというケースもあります。
ただ多くのケースで代理のプロダクトオーナーに全ての権限を与えるわけにはいかないですし、そうなると結局タイミングを見計らって顧客に確認を取らないといけなくなり、コミュニケーションコストがかさんでしまいます。そうするとアジャイルの良さであるスピードが出せないので、プロダクトオーナーを代理で立ててまでスクラムでやらなければならないのか、立てた場合の進め方はどうするのかというところまで具体的に検討する必要があるでしょう。またウォーターフォールのように明確なスケジュールがあるわけではないので、全体スケジュールが把握しづらかったりもします。もちろんスクラムの開発でも全体の見通しを立てるためのプラクティスはあります。ただプロダクトバックログは生き物のように変化するものである以上、想定からブレが出るのは避けられない部分でもあります。想定より上ブレした場合はプロダクトオーナーが中心となって代わりに何かを捨てるのか、リリースを遅らせるのかなどの判断が必要になります。またスクラムマスターはチームが目の前のタスクをこなすことだけに集中してしまい、木を見て森を見ずな状態になっていないか常に見守って支援していかなくてはなりません。メンバーに参加意識が低く一向に上がらない人がいるのも辛いです。ウォーターフォールモデルだと開発メンバーは各自に割り振られたタスクを消化していくのが基本です。プロジェクトに何の興味がなかったとしても自分のタスクをこなしていればいいやという気になっちゃいそうですよね。それに役割分担が明確に決められているので、メンバーの誰かが多少協力的じゃなかったとしてもタスクさえこなしていればチーム全体やプロジェクト自体に直接的な影響は少なかったりします。でもスクラムだとそうはいきません。例えば一つのボートで進んでいくのに一人だけ別の方向を向いていたり、それどころか別のボートに乗っていたりしたらどうなるか分かりますよね。もちろんプロジェクト開始時はチームの認識も合っていないですし、メンバーのバックグラウンドも様々です。スクラムにはそんなバラバラなチームの目線を合わせていくプラクティスもあります。スクラムマスターはあの手この手を使ってチームの結束を固めていく支援をしますが、それでもあっちを向いたままのメンバーがいるとチームみんなが辛くなってしまいます。そしてプロジェクトが成功するかはチーム次第です。スクラムはルールに従えばうまくいくというものではなく、チームがプロダクトに向き合い改善していくためのプラクティスを提供してくれているにすぎません。それをどう使うかは自分たち次第なんだということをいつも心に置いておきたいですね。特徴まとめです。スクラムを採用するかどうかは案件やお客さんのタイプであったり契約形態などに応じて検討すべきですが、これスクラムでいけるかもと思ったらぜひ前向きに検討してみてはいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。このセッションでスクラム開発に少しでも興味を持っていただけたなら幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。終わり。